はい、こんばんはです。今回もこれを丸ボスにしていきたいと思います。よろしくお願いします。結構伸びるの早くて本当になんかね、なんだか髪が硬いんだが固まっちゃうんですよね、シャンプーしても。だから今回もこれでやっていきたいと思います。今日も何ぼすかな、何本にしますかね。3ミリにしていきたいと思います。話ではちょっとやばいんで、おっと、これで今行きます。これ本当に、では丸ボスしていきたいと思います。ちょっと準備しますんでお待ちください。よし、では始めたいと思います。これ度胸いきます。本当に度胸、これはいりますね。本当に前は結構長い髪のキャスでやったんですけど、あれは本当度胸いりますね。本当にでも食品関係なんでやっぱしょうがないんですけどね。本当にやっぱり加工業の仕事なんで、やっぱ毛が入っちゃうとやっぱまずいから、やっぱりこれで刈らないとやっぱいけないんで、やっぱりこれは本当に思いっきりいきたいと思います。では始めます。いいですよ、いきます。はい、と同じですね、これ。どうするこれ。このとこ東京行きます、入ってやばいやばいやばい、あら、絡まったからも、わ、なんか落ち武者になっちゃったな、これは。落ち武者ですね、これは。前と同じですね、これ。
やっぱり食品関係にやっぱ引っかかりますから、これでやっぱやんないとダメなんで、僕こう見えて13年バイト続けてやってます。バイトはもう13年ぐらいやってますかね。多分若い時にそこにバイト入って、だいたいあれこれやって、今日やって多分13年14年ぐらいですかね。もうベテランになって一人前になりましたね、本当に。やっと一人前に、多分前かな、確か32歳の時にベテランになって一人前になって、で今日2013年ですか、これでうまく仕事もうまくいって、なかなか結構覚えるのにも時間かかりましたね、本当に。引っかかるな。これなんか登ってますね、なんか知んないけど。あれ枯れない、なんだこれ。枯れないですね、なんか。なんでだ、なんで枯れないんだろう。枯れないですね。
なんだ。新しいのダメですね、借りなくて。なんだか借りないですね、全然なんか借りなくて。こんな感じどうですかね。まあこんな感じでちょっと取り残しもあるんですけど、後でなんとか修正しちゃいみたいと思います。まあこんな感じでさっぱりですね、本当に。ほんと綺麗に取って、この前毛もちょっとそれはダメですね。ほんと綺麗に薄く若い人向けにちょっと取りたいと思います。ほんとひげも取って、あとは月曜日からちょっと自宅待機で、まだあの品物の方がちょっと乾いてない状況で、ちょっと少しの間はちょっとなんか休むみたいなこと言ってるんですけど、これ見てください、この髪の毛こんなに取れました。あと YouTube で載せるんで、もしよかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。では失礼します。